ごきげんよう、おはようとこ、ボンノです。さて、今回もフードファイタークリッカーやっていこうと思います。まずはこの数字を見てほしいんだけど、僕の持ってるお金、115,7443兆持っています。桁がなんかおかしいぞ。なんだこのコロって。まあ、調べたところ、中国の面積の単位らしいんだよね。まあ、本当だったらね、超の次は、一軒二軒とかそんな感じなんだけどね。なんか翻訳がバグってるね、ちょいちょい。まあ、とりあえずね、前回の最後からね、空修行をしてきたんで、その成果をお見せしたいと思います。ワッフル、10個チャレンジ行きましょう。さあ、食らいついて食らいついて。さあ、もぐもぐして。さらに食らいついて。もぐもぐ。お腹がいっぱいになってきた。でも、まずは、クソして、お腹を空っぽにするということで。さらに食って、もぐもぐ。おならもしとこう。よ。時間、これ間に合うか?まだワッフルがめちゃめちゃあるんだけど。ちょっとそんな、並べないで、ワッフル。お皿の上に置いてほしいんだけど、ワッフル。あはは、と。全然無理だった。じゃ、ちょっとガチャのね、この髪型。これ今 R 持ってんだけど、こう RR 狙いたいんでね。ちょっと頑張って、頑張ってというか、これ運ゲーなんだけどね。この RR は 0.1% の確率なんだけどね。なんとかこれを狙っていこうと思います。一気にもう55回ガチャやっていきましょう。来い !R すらない !R すらないのか。じゃあ一旦この食い物のラーメン。ラーメン100チャレンジやっていこうと思います。行くぞー。見てください。ラーメンなんて1秒でも食えます。鍋に入ったラーメンも1秒で食えるし、お腹いっぱいにもならないっていうね。とんでもない胃袋になったなぁ。ということで、ラーメンはもう無限に食えるんでね。ラーメン残しちゃったみんなはね、僕のところに送ってください。ねえ、残したラーメンは全部僕が食うんでね。まあ、ご飯はね、残さず食いましょう。ということで、修行してきます。バイバイ。ごきげんよう、こんにちは、タコボンドです。さてね、レベル。77になりました。今、ワッフルね、どれぐらいで食えるようになったかというと、ま、これでもまだこんな感じなのよね。すぐお腹がいっぱいになっちゃう。いやー、これね、ちょっと限界が来たんで、一旦ここで、ショップで、これ課金しちゃおうかな。もう課金しないとね、無理ゲーなんだよね。ま、だいたい1800円くらいするんだけど、まあ、これ買うことによって、いろんな能力が2倍になって、宝石も1000個ついてくるのか。お得だな。ただね、払い戻しができませんので、慎重に購入してくださいって書いてるね。まあ、よく考えて課金しましょうっていうことだね。もう1回課金しちゃうと、また次も課金したくなっちゃうんだよね。やっぱこういったゲームって。課金中毒になっちゃうから、1回目は課金したくなかったんだけど、これはもう課金します。課金の力で最強の大食いになりましょう。でも課金はしたくない、課金はしたくない。やばい、おっしゃ、ここはダメだ。だから課金はダメだ。課金しましょう。1860円もかかるのか。よし、これで課金できたかな?あ、なんだなんだ?動き出したぞ。あ、なんか、オートモードにもついてきたのか。あ、ここで。あ、ここを押すことによって、オートモードを切り替えたりできるんだね。もう何も押さなくても、放置してるだけで勝手に食ったり、勝手にお腹叩いたりしてくれてる。あ、このモードはいいな。これ、寝る前に、ずっと放置してたらめちゃめちゃお金貯まってそう。よっしゃ、いいね。ちなみに次また新しいのが出てきてて、これはいろいろ能力が3倍になるわけだね。ま、とりあえず、ガチャりましょう。せっ
かくね、宝石1000個ももらえたんでね、課金の力で、課金の力でガチャりましょう。あるある。来た。これ 0.1% の確率でしか来ない。このレア度。早速これを取り付けて。ダイジェストスピードとスピード噛みますが、181万倍。やべえな、もう。これでどうだ？下のゲージの消化スピードが速くなってるね。じゃあさらにね、この広告すべて見て、2倍の能力をつけていこうと思います。よし、とりあえずね、すべての広告を見てね、2倍にしたところで、早速、一旦じゃあオートモード切り替えて、ワッフルチャレンジやっていこう。いけるかなぁ。さくえ。早くない？なんか。動きがめちゃめちゃ速くなってんだけど。よし、消化して。サクテクテ。いけそうだね、これ。余裕できそうだ。これいけたぞ。あ、まだか、まだ。ちょっと、おならじゃなくて、クソしとこう。一旦、お腹の中を空っぽにして、オッケー。余裕でいけた。課金の力やべえな。よし、お金と経験値をめちゃくちゃもらえたね。ということで、次の食い物は、ようやく次だ。次は鶏の足。チキンか。何匹のチキンをこれから食うんだろう。まあ、食っていきましょう。命をいただきます。お、よっしゃ、なんか本気モード来たよ。よし。さあ、食って食って。やばいな、なんか食うスピードめちゃめちゃ速くなってない？なんか骨まで食ってるし。骨は残してもいいんだけどね。少しも無駄にせず食っていくわけだね。じゃあせっかくなんで、ちょっとガチャもやっていこうかな。紙。55回ガチャやっていきましょう。来い。うめぇ、アルクは来なかったか。とりあえずコンバインでいけるかな、なんか。よし、コンバインでレア度をどんどん上げていって。お、SS。あ、R が5個溜まったんで。R 手に入れた。なんだこの髪型。痛々しいなぁ。急にどうした？急にグレたか。いや、一口がめちゃめちゃでかくなってんなぁ。髪型はね、まあ、一口のサイズなんで、でも、やばい、お腹の溜まるスピードは。苦しい苦しい、叩いて叩いて。じゃあ一旦これ適当にね、レベル上げていって、これ鶏チャレンジいけるんじゃないかな、案外。課金の力がね、まだ残ってると思うんでね。さあ、どうだ？いや、お腹の溜まるスピード早いな。すべてを出し切って、1個目。やばいぞ。お腹して。めちゃめちゃ何かが詰まってる鶏だな、これ。ラーメン以上にやべえぞ、もう。ラーメンはね、飲み物のようにね、食えるんだけど。これはちょっと無理があるか。やばい。世の中の鶏、ごめん。ということで、さらにやり込んでいこうと思います。バイバイ。ごーきげんよう、こんばんは、タコボンドンです。さてね、あれからやり込んで、レベル78になりました。まあ、1レベルくらい上がったのかな。いや、ただね、鶏の足がね、これもう無理ゲーなんだけど、何これ。骨は残しときたいなぁ、クオ。いや、これもう課金しないと無理だね。いや、でも課金しちゃうと、また次も課金したくなっちゃうから、これ課金はもうしない。課金はもう、でも課金しないと進めないから、これ課金しちゃったら課金中毒になっちゃうから、まず課金しよう。お支払いが完了しました。課金しちゃったな、あ、これまた課金したから強くなれんじゃない？また課金したらね。いや、課金しちゃおうか。やばいやばい。いや、落ち着いて。一旦落ち着いて。課金中毒になってる、完全に。やばいやばい。一旦落ち着いてね。一旦これで始めていきましょう。さて、どれぐらい強くなったかな？
どれぐらいの大食いになった？二口チキン二口やべえな、もう。それから今ね、装備がね、服が欲しいな。RR ね。RR 狙ってこう。課金の力で手に入れた、この宝石で。さあ、来い。来ないか、あれ。もう一度、55回ガチャ。あれ、R が全然来ない。S すらないぞ。あ、S あるか。待て待て。外れ多すぎでしょう。一旦コンバインでいけるかな。コンバインでレア度をどんどん上げていって。さあ。いや、無理だ。あと2つ必要だ、R が。ま、とりあえずね、チキンチャレンジやっていこう。もしかしたらいけるかもしんないんでね。もう3倍なんでね、能力が。よし、一旦兵を越えて。サクってくて。もう2口だからね、チキン。待て。一旦クソして。なんかクソの音が、いい音に感じてきた。やばいやばい。一旦ちょっと叩いて叩いて。さあ、食いまくって、いよいよ。さあ、と、トントンと。もう、消化スピードもめちゃめちゃ速くなってんね。やばい、吐きそう。ちょっと、一旦、叩いて、整えて、整えて。よし！クリアできた、ここも。課金の力、恐ろしいな。さあ、次は、サンドイッチ。軽そう。サンドイッチ軽そうじゃないなんか。なんか見た目がね、どんどん食いやすい食い物になってんだけど。このサンドイッチ、めちゃめちゃ具が詰まってんな。何これ？もっと薄いサンドイッチでもいいんだけどね。めっちゃ詰まってんだけど。こんなコンビニで見たことないよ、こんなの。やばい、でも、ちょっと吐きそうだ。量が多いな。また食う。修行がね、必要なようだね。いや、でも食うスピードが速すぎて。異次元レベル、もう。ラーメン食うスピードが異次元レベルだぞ。どうしたこのスピードは、もう。人間超えてんだけど。お、本気モード来た。よし、サンドイッチ食わせとこう。あとガチャもね、55回できるんで、やっとこうかな。テーブル。さあ、レア度の高い。の、来い。低いなぁ。R 来ないなぁ。今、確率がね、レベル4まで来たんだけど、ガチャればガチャるほど、この確率のレベルが上がるんだけどね。L。L が来るようになったか。0.1% の確率で。L 欲しいなぁ。ちょっと、宝石を手に入れとこう。何？広告見ると、7818コロ、4192兆ももらえるだと？意味不明。とりあえずね、まだまだ修行していこうと思います。それじゃあね。おはよう、こんにちは、こんばんは、タコ、ボンドです。さてね、あれからめちゃめちゃやり込んで、レベル92まで上げました。とんでもなくやり込んでるね。目大丈夫、目。なんかおかしくなってない目が。とりあえずね、もう広告見まくって、宝石貯めたんでね。一旦チェアガチャ、55回やっとこう。さあ、いいの来い、頼むよ。R がない。R 全然来ないな。まあ、とりあえずね、このすべての広告を見て、すべての能力を取り付けていこう。よし、もう広告見まくってね。能力が全部2倍になったんで、いやー、サンドイッチチャレンジ挑戦していこうと思います。そろそろいけると思うんだよね。早くない？何これ、倍速してるみたいだな、もう。ちょっとお腹のためにが、クソをしといて。これ服装の色によって、あそこの色が変わってくるみたいだね。よし、なんだ。じゃ、チンチンとかそういうのじゃなかったんだね。やばいやばい。よし、食って。よし、成功しました。6年373コロ。単位がもう意味不明だな。さてね、次の食い物は、チェ、
ジャンミョン。チェジャンミョン。韓国系の食い物なのかな。チェジャンミョンに挑戦していこうと思います。出てきたぞ。またとんでもない量だな。麺系なんだね。いやもうこの黒さやばくない？もう食いたくなさそうな顔してんな。頑張ってくれ。大食いになるためチェジャンミョンを食いまくろう。めっちゃ食うスピード早いな。やばい、これなんだかのいけそうじゃない。でも広告の能力がいろいろついてんだけどね。さすがにちょっと厳しいか。一旦チェジャンミョンしよう。あ、ごめん、間違えた。クソしよう。チェジャンミョンとクソかどっちかよくわからなくなってきてんね。やばいわ、ちょっと頭が混乱してきてる。いや、もう課金中毒にもなってきてるし、もうでも課金はね、しないと思います。と思います。じゃあ一旦ね、オートモードにして、放置でね、お金稼げるようにしとこう。まあ、とりあえずね、今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、みんなもね、この人間のように、食い物を残さず、綺麗に食べましょう。いや、残してもいいよ。じゃあね。